はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕はですね、今熱海駅に来てるというわけで、皆さん、僕と綿貫さんの、コラボ企画の、東京の地下鉄に全部乗るっていう動画もう見ましたでしょうか。まあ、見てないとはちょっと言わせないんですけども、でその対決において、僕が負けて綿貫さんが勝ったんですよね。で、勝った方が天国と地獄の旅っていう旅の、天国コースに招待すると、で逆に負けたら、地獄コースに、ね、招待するっていうことでね、今日はその天国と地獄旅の、執行日ということでね、今日は熱海に来てるというわけなんですよね。じゃあね、気になる、天国コースと地獄コースの、プランの発表をね、したいと思います。まあね、非常に有名なのがね、静岡地獄っていうのがありますけどもね、もうここまで来ると大体勘のいい方は気づくんじゃないかという感じなんですが、まずじゃあ地獄コースのね、旅の内容を発表すると、地獄コースは、熱海駅から豊橋駅までこれ乗り換えなしで普通列車で行けるんですよね。はい、なんか最近できたらしい。最近できたんですか。マジか、やばいですね。豊橋まで行けるんですか、乗り換えなしで。すごいっすね。やばいな。だって浜松が限度だと思ってたら豊橋まで行けるって、そんな謎な地獄列車がなんか最近の改正で誕生してしまったということでね、地獄コースは今回ね、熱海発豊橋行きに乗りたいと思います。でじゃあ天国コースは今回何かと言いますと、ホームラインで浜松っていうやつに天国コースは乗って、であれって沼津から出てるんですよね。はい、で沼津からそれが浜松まで行く便なんですけど、でも実質豊橋まで行けるんですよ。なぜか行くって、なぜか行くっていう、なんかそういう運用があるから。で天国コースは、沼津まで普通列車で行って、で沼津から豊橋まではもうずっと373系のゆとりの特急型座席でね、最高ですね。いやー羨ましいな、マジか。ということで今回勝った綿貫さんは天国コースで、負けた僕はね、地獄コースで旅をするということで、僕のこのチャンネルではですね、地獄の旅の様子をねお届けしますということで、天国旅の様子はですね、綿貫さんのチャンネルに上がっているので、そちらもね見ていただければと思います。さあじゃあね、早速行きましょうか。トヨタなわけないじゃないですか。今これ熱海の時刻表を見てるんですけども、まあこんな感じでね、下りの行き先は、浜松駅とか島田駅が結構ある中、ね、この18時台と、19時台に、1本ずつ、トヨっていう行き先があるんですよね。でこのトヨっていう行き先がどこなのかって話をちょっとしてて、トヨタなわけ、トヨタ、あ、いや豊田だったら全然地獄じゃないですけども、残念ながらこれ豊橋行きということでね、ちゃんと書いてあるんですよ、こういう感じで、出雲市と高松の隣にね、豊橋っていうこういう地獄な行き先があるわけでね、付け足された感じ、もう完全に付け足されたって感じで、じゃあ僕はじゃあこれに乗りますということで、じゃあ渡辺さんもうそろそろ出発ということで、ね、はい、天国旅、楽しんできてください。さあ、乗車券はですね、今回こんな感じで、豊橋から飯田線に乗って、でそこからまた中央線で名古屋まで行って、で最終的に岡崎まで行くっていう謎の乗車券をね、今回持ってるので、この乗車券で入りたいと思います。飯田線に神奈美、三島、沼津方面豊橋行きが到着します。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。地獄の豊橋行きが来たっていう感じなんですが、これねすごいのがね、これ豊橋行きでしょ、でこれのね隣のね列車がなんとね、これ黒磯行きなんですよね。見えるかな、これ黒磯って書いてあるんですよね。
やばいね、黒磯行きと豊橋行きが並ぶってこんなことあるんだ。でこちらが隣のホームに泊まってるね、黒磯行きっていう感じなんですが、でも熱海から黒磯も相当遠いよ。これどっちが先に着くんだろう。この列車が黒磯に着くのが先なのか、隣の豊橋行きが、豊橋に着くのが先なのか、ちょっと後で調べてみますわ。さあ、じゃあもうね、覚悟決めて乗るしかないか。もうこれ何時間、4時間乗るの、いやーちょっとやだな本当に。熱海を出て1時間20分ぐらい経過して、今静岡ということでね、まあまだね、あと時間的には、半分以上あるというわけなんですが、じゃあ、静岡からは、三駅三系の方に乗り換えてね、気分転換ということで、乗っていきたいと思います。もう浜松に到着したっていうことでね、まあでもね、あと40分ぐらいあんのかな。いやー本当にここまで来たかっていう感じで、じゃあラストスパートを頑張って乗っていこうと思います。終点豊橋ということでね、何時間乗ってたんだろう。本当に18時50何分から乗って今、22時ということなんでね、もうだから3時間ぐらい乗ってたっていう、そういう感じなんですよね。いやーでもね、やっぱ達成感はありますよね、まあでもおすすめはできないけどね、
この時間に東海道線を下る用事がある方は、ぜひ乗ってみてください。本当に